はい、皆さんこんにちは、守りの名手セノン、プレゼンツプロ野球 OB クラブ公式 YouTube チャンネルです。プロ野球スピリッツエース企画、となります。ゆきおさん引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それではですね、まあ、前回の動画を、見ていただいた方はお分かりかと思うんですけれども、今回はですね、ゆきおさんにガチャ、を引いて、いただきたいと思います。この収録日になんですけれども、自チーム確定スカウトっていう、まあ、ガチャ、まあ、ゆうさんがガチャって何だろうってよくわからないですけど、まあ、そういう、まあ、選手を獲得するですね、そういったものが行われてますので、こちらちょっと自チームという、まあ、出てくる選手を指定できるものをファイターズにしてですね、はい、まあ、それでですね、まあ、出た選手について、ゆきおさんに聞いていきたいなというふうに思います。それではですね、まあ、実際にじゃあガチャの方を引いていきたいと思うんですけど、はい、どこ押すんですか。はい、じゃあちょっとやっていきましょうか。それではじゃあ、ゆうかんちょっとガチャ引いていただきたいと思うんですけど、大谷翔平出てこないから、ね、で、これはいですね、はい、していきますと、で、これもですね、演出がありまして、いいやつが当たりそうになると結構なんか特別な演出みたいなのがあるんですけど、ちょっと今のところなさそうな、これはエースじゃないですね。はい、で、ちょっとこのもう一回タップをしてもらって、はい、どうでもいいです。はい、調子君っていうキャラクターなんですけど、これもちょっといろんな、これちょっと長押しですね。これはちょっとどうかな。止まない。どうなんですか。で、あ、B、あ、太田選手。太田選手ですね。まあ B ランクという能力なんですけれども、まあちょっとこういったところで、まあ太田選手聞いていきたいと思います。今、はい、シーズンちょっとやっぱり今収録日、まあ、開幕して1ヶ月ぐらいになるんですけれども。はい、うん、まあ、なかなかちょっと状態が上がってこないちょっと印象ではあるんですけど、そうですね、まあ、昨年もそうですけどね、ちょっとあのスタートがあまり良くなかったっていう、で、まあ、今年の目標としてね、もう開幕から好調で、ね、はい、調子を良くして入りたいっていうことを言ってたみたいですけどね、まあ、なかなかそういうふうにまだ行ってないのかなと思いますけどね。まあ、チーム初ホームランが多かったですよね。なかなか出ませんでしたからね。まあでも能力的に考えたら、もう走攻守すべて本当にもうS級の選手だと思いますからね。ですね、やっぱり。ですから、まだまだこう持ってる能力をね、こう出し切れてないというか、まあもう30過ぎたばっかりですけど、まだまだこれからどんどん成長していきそうな、ホームランも打率もね、もっともっと高いところ、そうですね、いけそうな選手ですからね。キャリア入り考えれば、だいぶもう少しこうできるんじゃないかな、まだまだできると思いますよね。ところですね。はい。では太田選手獲得ということで、はい、では2回目いきたいと思います。2回目。はい、お願いします。はい。演出。演出まだところは出てないですね。マジ。出てます。はい。ピッチャー、投手。ちょっと、こんなふうに、東京の、あ、清宮選手、おっと出ました、清宮選手、清宮選手、まあ、野球さんがするとですね、はい、まあ、いろんな他の、まあ、石毛さんのチャンネルとかでも、なったかと思うんですけれども、はい、まあ、なかなか清宮選手、今年もまだ一軍には、この現段階では上がってないという状況になるんですけれども、うん、どうですか。そうですね、やはりこう期待とは裏腹に、まあ、なかなか結果を出せてないなっていうふうに思いますね。ですから非常に、まあ、バッティングのいい選手ですからね、能力高い選手ですから、やはりこうバッティングで目立っていかないといけないと思いますしね、まあ、一軍での結果、成績を見る限りでは、まあ、非常にもう物足りないというか、まあ、同期のヤクルトの村上選手、はい、ロッテの安田選手、はい、安田選手も昨年あたりからこう試合ほど出るようになって、やはり一軍で経験たくさん積むようになると、非常に打点とかも上げてますしね、もちろん昨年もそうですけど、出るチャンスも与えてはもらってると思うんですけど、やっぱこう試合休まずに、ずっとこう出続けて成長していくっていうことも大事だなとは思うんですけど、ただその、打つだけではなく、その守備の方ですよね、
守備、まあ、もちろん投げることもそうです、はい、足もそうですけど、うんまあ、そこのこう成長がもっと欲しいですよね。バッティングだけじゃなくて、試合に出続けるためにというか、そうですね、ある程度こうしっかり守れるぐらいの、はい、そのぐらいその守備の能力ももうちょっと成長していったの方がいいのかなというふうに感じますね。まあ、そうすればこう出番だというか、まあ、上に上がった時にいろんな形で試合に出る確率というか、うん、まあそうですね、やはりこう、まあ、守備が良ければ打てなくても、まあ、守りの方でっていう考えも持たれますしね、うん、そういうところもやっぱりこう打つだけではなくて、うんまあ、打つだけでしたらね、本当にホームランも40本前後打ったり、打率も、ね、3割近く打ったりとか、打点も、ね、100以上上げるとか、そういうタイプのバッターであれば、うんまあ、守りの方目をつぶってもいいのかなと思いますけどね、うんまあ、ただそこに行くまでというか、そこもまだ低いところにいると思うので、全体的に全てその打つ、投げる、走るは別にしても打つと守る、うん、そこだけでももっともっとこう成長できると、やっぱり本当にもう長打力もありますしね、うん、非常に魅力のあるバッターではありますからね。あとはそのどういう風に自分が練習取り組んでいったり、ゲームでどういう姿勢でいくかで変わってくるかなとは思うので、うんまあ、そこの、ね、成長が欲しいのかなと思いますね、うんはい。やっぱりまあ、ファンとしてもやっぱこう期待かかる部分ってどうしてもやっぱ大きくなると思うので、でも今年4年目になりますからね、そろそろ、そろそろちょっと上で、自分の方で、まあ、悪くても2割5分以上、うん、ホームランも、ね、20本、悪くても前後ぐらい打てるぐらいの結果を残してほしいなと思いますね、はい。さあ、そして3回目いっちゃいましょう。はい、今回はこれちょっとレアなやつが出やすくなる。レアな、はい、レアなやつ。レアなやつ。ピッチャー、調子くん。調子くん。はい。はい。今度はどうですか、この炎の感じが。この感じから、この感じで打たない。あ、飛びました。あ、飛んだ。で、ということは、いい選手ですか。A ランク、まあ、ちょっとそのさっきの B ランクよりもその能力値が高いような、同じ選手でも S とか A とか B とかってあったりするんですけど、まあ、長嶋選手ということで、はい、長嶋選手、まあ、さっきの太田選手とも年は一緒で、ね、そうですね、同級生ですね、はい、でなんですけれども、まあ、長嶋選手もなかなかこうここ最近というかですね、まあまあ、日本人になった時はレギュラーでずっと出てるという感じだったと思うんですけれども、はい、まあ、最近はちょっとこう出たり出なかったりっていうか、まあ、守備がために入ったりすればスタメン出たりっていうこともあったりするんですけど、ね、はい、まあ、特に右京さんコーチとか二分間だったりした時にちょっと一緒に出ますので、はい、どうですか。やっぱり守備の選手ですよね、やっぱりこう堅実で、守りに関してはもうランクは A で十分だと思いますよね。ただそのやっぱりこうバッティングですよね、やっぱ課題は、そこのところをもう少しこう成長というか上げていけると、もうレギュラーとしてもう十分やっていける能力が出てくるのではないかと思います。ですからやっぱり今試合こう出たり出なかったり守備がダメってことはもうやっぱりバッティングの方だと思うんですよね。チーム状況も考えると、どこ打てて守れる選手がいれば、まあ、ちゃんとこのポジションもそうですしね、まあ、レギュラーとして出るでしょうから、ね、やはりこう、まあ、もちろんもともと若い頃からそうですけど、バッティングはやっぱちょっと苦手な選手で、バッティングの能力を上げていけば十分レギュラーも取れますし、うん、ここ素質的に見てもっとこう、ね、どっちも守備の方が目立つし、足も速いですし、ね、はい、守備と走塁の方ですよね。だからまあ本当に打って守れるショートがポンと出てくるとちょっと厳しいかなとは思うんですよね、うん、ですからこうどうしても守備固めとか代走要員とか、うん、そういう風に、ね、なりかねないとなる可能性もなくはないですしね。ここからどういうふうに、まあ、そのチーム状況も寄ってくるというか、まあ、そうですね、うん、まあ、バッティングも率は低いですけどね、まあ、いろいろな役割として、うん、まあ、ファウル打ったりこう、選球眼もいいですし、相手ピッチャーをたくさんボール投げさせるとか、うん、そういったことはできるので、うん、だから出塁率がね、そういうことをしながら、どのぐらい上がってこれるのかというところでしょうね。ポイントかなと、うん、はい、はい、違う数が出てくるといいんですけどね、はい、でも一緒だ、うん、ま、ここでここか、またタラブルだ、
なかなか当たることってないです。みんな空振りだ。金子選手。金子さんですね。はい、金子選手、まあ、おととしですかね、移籍して。はい。で、まあ、役回りとしてはいろんな役回りしているような選手になると思うんですけれども、特に今年もまあ序盤、まあ、先発やったり、はい、まあ、ちょっとあれ途中から入って、ロングリーフというか、まあ、ファイターズのショートスターターの2番手みたいな形で使われたりとかっていうのもあったと思うんですけれども、はい、金子投手、まあ、実績とかで見て も、はい、もう先発タイプだなと思うんですね、僕は。だから、まあ、ファイターズに来て、まあ、監督とか、はい、あのチームの中で本人がどういう役割をやりたいかとか、うん、まあ、どこでもやりますよっていうの話を聞いたことあるんですけどね、ね、チームは指示に従うような、まあ、でもタイプ的にやっぱり先発は長くやってきてるピッチャーですからね、ですからちゃんとこうローテーション守って、はい、先発をやらせてもいいのかなとは思いますけどね。監督としたらもうやっぱり金子投手はもう、僕は先発で使いたいですね、中継ぎじゃなく。やっぱり実績もありますし、ね、こう長いイニングを投げられるし、そうですね。で、まあ、あと年数だんだんこう、ね、重ねてきて、まあ、そこは、ね、やっていく中で、ね、どういう結果を出すか判断ですよね。うん、なんかあんまりこうあちこちこう、うん、やらせるのもどうなのかな、難しさがあるのかなとかっていうふうに僕は感じますね。うん、はい、結構そういったところで去年とか起用法もそういったところで打ってなんなかったこともあって、本人もちょっとこう結果としては、まあ、結果的なことですけど ね、結果としてそういうになったのでそういうことを言ってしまうんですね。そういうことを去年やってきてすごいいい結果を出せばそれでもいいわけですしね、やってみたというか、そうですね。はい、はい、これはこのスランプがちょっと出やすくなっている。本当ですか。はい、どうでしょうか。長尾旬でこれにしてみよう。位置変えて。位置変えて。位置変えて。どれ飛ばない。飛ばない。飛ばない。あ、井口選手。おお、井口君。井口選手、まあ7回、8回、今年投げる機会も序盤はあったりしてるんですけれども、はい、まあ、どうですか、見てて。まあ、球威もありますしね、制球力もいいですし、気持ちも強い子ですしね、まあ、役割としては、本当、はい、今のところが非常に合ってるのかな、あ、まあ、中継ぎで合ってるのかなっていう、いずれ、こう、本当、セットアッパーというか、まあ、そういうところまでいければいいですけどね、まあ、気持ちいいピッチングというか、そうですね、思い切りがいいですよね、はい、ですから、まあ、彼の今の能力を十分発揮できてるとは思いますけどね。腰、この辺の腰をしてあ、少子の列号新しいやつが出ました。足足足足お、入れ込みました。リリースこれリリースすごい選手出ました。どうですかね、ここで飛んで飛んだ。小笠原出てないか。デジョンク。おお。おお、デジョンク。これ一番、レアなというか、レアなランクの、まあ、杉浦投手ということで、ね、まあ、杉浦投手、今年からストッパーそうです、ね、ということで、なんですけれども、杉浦投手のストッパーについては、三浦さん、どう思われますか。まあ、僕自身の考えでいいんですよね。はいはい、もう言ってください。うん、もう僕は杉浦投手は先発して、刺したいですね。頭で使いたいなと。うん、やっぱ抑えは、まあ、自分のイメージというか自分の考えはやっぱりこうスピードがあって、はい、スピード切れ、もうストレートでも三振が取れるぐらいの勢いのピッチャー、はい、まあ、特に、まあ、外国人選手のパワー系のピッチャーがいれば使っていきたいなと思います。僕は杉浦投手、まあ、もちろんヤクルトから来て肩の故障もあったりしたので、はい、こう怪我をこうなるべく再発させないようにこう、うまく体調考えながらやって、はい、でまた投げれるようになったっていうところで、うん、やっぱタイプ的には先発ピッチャーだと思うんですよね、見てても、うん、やっぱちゃんとこういうピッチャーがローテーション守れて、うん、チーム引っ張っていけるような、ね、そういう成績を出せるといいのかなと思いますね。はい、一番レアな、エスランプなかなか出ないエスランプですね。杉浦投手、エスなんですね。エスなんです、はい。
球欲しいだったから欲しい。どうしたの？うわ、また色が変わった、でかいですか。はい。はい。あ、本投手。本投手。ということで、まあピッチャー、特にリリーフ投手続きましたね。それは井口投手から続いたんですけれども、はい、本投手どうですか。まあドラフト1位ですね。元々ドラフト1位で、はい、今年はまあ本当に中継ぎでっていうところで。まあずっと中継ぎですもんね。はい。なんかもう入ってくるからもう。やっぱりファイターズの左の先発ピッチャーがちょっとこう人数が足りないじゃないですか。足りないですね。はい、でもね、先発としてこうずっとやらせてたらよかったのかなって自分の中で考えてますね。基本的に二軍監督の時のドラフト入ってますね。はい、そうですね。ですね。ただまあ、はい、今の、ね、あの役割の中では非常にいい仕事はできてるのかなと思いますよね。中継ぎで、ね、中で投げてますけどね。まあ大事な場面というか、まあ、最初は本当にワンポイントだったりとかありましたけれども、ね、やっぱり結果を出してくるとやっぱりいい場面でやっぱ大事なところで投げれる選手になっていくので、またそこで結果を出せばもっともっとで宮西投手みたいな感じになれるので、でね、はい、ただね、本人が、ね、どういう気持ちを持ってやってるのか、ね、うん、今自分はここでいいのか、いずれは先発したいのか、ね、うん、先発してるのを見てみたいですね。あ、そうですね、はい、本当にルーキーの時ぐらいでしたね。ですね、最初だけでしたから。あと3回です。左手、はい、でやってみよう。左手で。今度は右派でも欲しい。ピッチャー、よし。鼻がないから。鼻を押して。鼻がない。ほい。ほい。さあ。打て。あなたからもいい。飛ばない。飛ばないということは。ああ、金子投手。さっき。そうですね。じゃあちょっと一回ここ、まあ、飛ばしましょうか。そうですね。はい。一回出ましたので、ちょっと飛ばしてもらってます。じゃあ9回目、行きましょう。はい。はい、です。ピッチャー、投手。キャラクターなんで仕方ない。調子君という、調子君という、はい、調子が出るような、その試合になると右端に調子がこう、選手が調子いいとこう明るい色になったりとか、うん、調子悪いとなんか丸そうな色になったりっていうのが求めたりとか、うん、はい、出ました。はい、井口君、はい、はい、選手、井口選手、はい、今ここで昨年の2軍の試合見てて、はい、もう彼を早く外科選手にして、はい、ね、上げて一軍でこう活躍するっていうか、うん、一軍の、ね、デビュー楽しみにしてた選手だったん で、はいはい、でやっぱり一軍のやっぱりピッチャーのボールに慣れることですよね。経験ですよ、まずこれは経験。二軍であれだけ打っててるので、うん、これはずっとやっぱ試合出るようになってくると、うん、打てるようになってくると思います。続ければそうなんですよね。使える 使ってもらえるか、うんうん、守備もそこそこ上手いですね。そうですね、はい、小柄ですけど、パンチ力も本当に広角に打ってますしね。ホームランも打ってますし、なんか軸がやっぱりぶれないというか、軸がしっかりしてるので、そこに出たい技術選手のいいところというのは軸がぶれないところ。そうですね、やっぱ体勢が崩れない、引きつけてしっかりとこう打てる、近いせるで、バットコントロールも上手いですしね。そこで見ててもそういうイメージというか、本当に試合感も早めに上がってきたなというところもあったので、期待したいですね。はい、では次に最後になります。最後、はい、何か出てこないかな、すごい人が。そうですね、ちょっとベストとかね、なんかあ、満月、満月だ、初めてですね、満月。あ、調子くんレッツゴー。さあ、全部、はい、これもしかしたらですね、トリプル S でじゃあ流れ押し A をしたら A だ、ね、ということでですね、はい、井口選手はさっき B だったんですけども、ちょっと A ランクっていう、その1個A になってランクアップして出てきたんですか。出てきたって感じですね、これは。はい、最後になっちゃったんですけど、でもドラフト自分で選んで2人も同じ選手に出てきたんですか。取れるんです。いろいろゲームの仕組みとしてあったのが、ね、ちょっと弱いというか1個レベル下のものを一番強いレベル特訓というか、その何回も経験値みたいなのを貯めていくと、経験させて上げていくわけですね。そうすると、これの強化できたりとかですね、まあ、そういったような形なので、いろんなランクの選手の、さっきの井口君は、は
中継ぎで、はい、この A の選手先発で先発でちょっと使っちゃう、使ってみましょうよ。まあ、でもあのなんか選手によっては最初のその自分の能力1枚目だけだったら、ええ、あの中継ぎしかできないけど、うん、なんかその3枚とかその同じ選手を集めたりとかすると、うん、先発もできるようになったりとかっていうようなのもあったりするので、なるほど、適性がつくというかですね、はいはい、まあ、ということで龍一投手2枚目っていうのがラストだったということになります。はい、ありがとうございます。中田選手とか出てこなかったですね。出てこなかったですね。ちょっと出て欲しかったんですけどもね。ありがとうございます。はい、はい、ではですね、まあ、ちょっとガチャも引いてもらって予算です。ちょっとあの今回特別にあの、うん、日本ハムのファイターズ純正っていうですね、まあ、ゲームユーザーの中にこうファイターズだけを集めてやりたい、はい、そういうような、ユーザーいまして、うん、でまあ、僕もちょっとファイターズファンなのでちょっとそういうファイターズだけを集めたチームみたいなのをやっているんですね。というところでちょっとゆるさんに夢のファイターズチームみたいな形 ですね、田中幸雄監督だったらどうするっていうところ ですね決めていただきたいなというところで、はい、ちょっとあの幸雄さん僕当てられなかったので入ってないんですけど、ちょっと控えとかいるメンバーの中でちょっと控えとかを見ていただきながら、うん、どうやって見るんですか、控えとか。控えからじゃあ全部そうですね、変えたりとか揃えていけばいいんですね。はい、これピッチャーですか、まずピッチャーとか、まあ、これ全体とかにこういるので、もし例えば最初にこっちを見ていただいて、ピッチャー今こういう感じで組んでるんですけども、例えばストッパー違うからストッパーこっちにしてよとかってまあ全然あるし、先発、まあ、ダルビッシュ、ああ噂は有原、はい、左だななると、例えば控えにですね、加藤としていたりとか、うん、あとは振り出し、振り出しが振りってこと、ああ、そうですね、こんな感じですね。なるほどね。はい、消えちゃった。これどうです、どうですか、先発。先発はもう、もしこれで良ければこういう感じかなと。あと、あのルーキーの伊藤投手。あ、伊藤投手、伊藤投手、伊藤君入れます。伊藤君、はい、この金子投手、中継ぎもできる投手で、あの、うん、能力のあったりこれ考えたいです。そうで、さっきね、先発持ってたからなそうですね、先発、うん、左も欲しいんで、じゃあ金子選手をちょっと、じゃあこれで OK ですね。OK やると、投手が、はい、左ピッチャー、うん、ここそこ、やっぱこう考えると左の先発ピッチャーがちょっといないかなっていうのがあって、そうなんですよね、本当はね、先発にもこれ5人ですよ、6人ぐらい欲しいんですよ、ね、欲しいですね、左2人、うん、まあ先発はこれでいきましょう、はい、中継ぎも中継ぎ投手、玉井投手か、ああ入れましょうか、ベンチなのか、中継ぎ、中継ぎ入れますよ。じゃあちょっと入れ替えて、玉井選手は どなたかに、うん、じゃあ球種と入れ替えと、はい、石川はもう結局そのやっぱ経験値、その実績がね、やっぱ経験が少ないんでよくわからないんですよね。あ、まあ怪我してしまいましたしね、うん、ちょっと久門投手もいい時はすごいピッチングするんで、はい、調子がいい時の久門投手は打てないですしね、はい、抑えは他に誰かピッチャーいなかったか、はい、抑えはですね、秋吉投手、石川、選手と、ありますね、一応抑え適性があるこの中だったらもうマイケル、マイケルで、ね、いいでしょう、まあ、似たようなタイプですからね、秋吉投手も、あ、そうね、ちょっとサイド気味で、うん、やっぱり勢いとか変化考えたらマイケルの方がすごいコントロールはね、そんなに良くないですけどね、よくこんな感じでいきますか。じゃあ見ましょうか。でも石川直をちょっと変えたいな。あ、じゃあ、外国人、バーエゲン行きましょう。あ、バーエゲン中継ぎで行きますか。ちょっとこれ適正ないんですけど、ちょっと一回入れるというところで。はい、これでいきましょう。あ、一応こういう感じで、ちょっとピッチャー、はい、ピッチングスタッフというところで、はい、あると思います。では野手の方、行きたいと思います。キャッチャー。キャッチャー。キャッチャー、清水選手、鶴岡選手という形になってるんですけども、他にちょっとまだ、ないですね、ファイターズ、そうですね、あの昔のバージョンだと、あの近藤選手もキャッチャーが多いだとかした事例もあったんですけれども、ね、まあ、清水選手に期待を込めて、ファースト、中田選手、はい、セカンド、ショートですね、あ、ショートいないんですね、ちょっとね、中島選手だったほうが石井選手、ああ、なるほど、石井選手いたら、じゃあ石井選手に出てたと。うん、まあその打撃面をちゃんと意識したところで意識して、はい、守りはね、あの中島選手の方がやっぱいいんですけど、じゃあちょっと今これ、まあ、これで、まあ、はい、暫定的に中島選手になってますけど、西川一等、あれ近藤DH に DH 入ってますね、
今の清宮選手だったらいらないですね。大杉さん、大杉さん欲しいな。大杉さん欲しいですか。大杉さんで DH で出したいな。近藤セカンドにして、セカンドはちょっと渡辺亮ショートしますよ、はい、夢のオーダーなんで近藤セカンドで、はい、じゃあ渡辺亮ショートします。適正ないですけど、はい、まあ、もしこういうことができればっていうことで、そうですね、これで、こういうですよ。でベンチのこの清宮さんを外して、はい、清宮さんを外して、はい、じゃあバッティングだけで目が抜いてましょう。横尾選手と、はいはい、一応じゃあこれベンチメンバーもうこれでいきましょう。守備固め、守備固め、スイッチヒッター、スイッチヒッター、どこにも守れる選手いきましょう。じゃあ湯浜選んだ選手は、はい、まあオーラがピッチャーはこのメンバーで、野手、はい、はもうあのこの辺の守備的さもどかやしってことで、もうちょっとバッティング重視ということ で、 そうですね、バッティング重視で、中井教官の方たちもバッティング重視でいきたいっていうところで、まあでも近藤選手守り上手ですからね。そうですね、どこでも、ね、どこでも守れますし、ね、逆にショートでもいいぐらいですよ。あ、そうですね、肩の強さ考えたら一回一時期ありましたね、なんかショートを近藤選手だった時がありました。ナベはちょっと肩がね、ちょっと弱いので、あ、セカンドセカンドに戻して逆パターンもいいかなみたいな。なるほどね。でちなみに打順なんですけど、このメンバーで打順を組むとしたら一番は西川選手です。あ、じゃあ足でこういうこと。2番、今渡辺選手、ちょっと今あれですね、現実でも2番打ったりとかしてると思うんですよね、はい、3番、これ勝負も言うかな、これ難しいですね、結構難しいと思います。この夢のオーダーだからこそ難しいというか、3番、片岡選手、4番、大杉さんにしますよそこはやっぱり大杉さん4番、5番が糸井で、中田さん、はい、今度はここに来るわけです。そう、これ打線のこう流れ考えると、9番とかにしても面白いですよね。そうですね。つながりを考えた時ですよね。そう。なるほど。これできますか。あ、なるほど。まあちょっとこういう夢のファイターズみたいな、まあ本当にこういうふうにユーザーもいろいろ楽しまれているというか、まあちょっとあの守備適性とかそういった部分も出てきてしまうと思うんですけども、そういったような楽しみ方もあるというところですね。はい。まあこれを実際にプレイするんですね。あのユーザーの方がプレイしていくんですけど、うん、ちょっとまあこういったオーダーを決めていただくというようなところで、ユーザーさんに、お聞きしました。まあちなみにポイントはどうですか。打撃力ですか。今回のオーダーは。まあそうですよね。うん、やっぱ点、もうやっぱりどちらかというと点をたくさん取って勝ちたいタイプなんですよ、ね。ああ、なるほど、まあ。でもやっぱり実際野球は守りなんですよね。やっぱりこうピッチャーと野手がやっぱ失点を少しでも少なくしないと負ける確率が高いんですけど、ただ打線もね、あの取れなさすぎると負けてしまうので、まあビッグバン打線とかライオンズみたいな点をたくさん取って勝つチームになってほしいかなと。はい、今のファイターズちょっとミス、さっきの先発陣見たら結構いいですよ。そうですね、ピッチャー陣強いですよね。ダルビッシュいて、ね、有原投手いてね、伊藤投手、上沢投手、はい、強いですからね。強いと思いますよ、はい、じゃあちょっとこういう夢のファイターズということで、田中幸雄監督にですね、ちょっと作っていただきました。はい。ありがとうございます。ということでですね、そんな、まあ、OB クラブの所属の OB の方も多く登場しています、このプロスピーエースなんですけれども、ぜひ皆さんもプレイしていただければというふうに思います。ということでですね、最後になるんですけれども、今回、プロスピーエース企画、田中幸雄さんにご登場いただきました。今後もですね、技術系の配信も含めて、さまざまなことを OB クラブチャンネルでは行っていきます。まあ、技術配信の方で打撃編ですね、秒さんすでに出ていますので、はいはい、ぜひぜひいろんな打撃の極意が語られていると思いますので、ぜひご覧いただければというふうに思います。チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということでですね、まあ、今回も、プレゼント企画ございます。撮影で使用しました、こちらのパネル。ちょっと1枚欲しいです。応募します。応募します。ミビオさん、あ、じゃあぜひ応募していただければと思うんですけども、はい、撮影で使用したこの、パネルですね、この後ミビオさんサイン入れていただきまして、4名様それぞれに、1つずつですねプレゼントしたいと思います。詳しくは、概要欄の方をご覧ください。それですね、中にはちょっと1つ、なんかコメントを書いていただきたいと思いますので、当たった方は超楽しみということでですね、応募いただければと思います。それでは、ナビキのたび、今回の配信、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。今日は、新興園にある、セノンスポーツゼロに来ました。OB クラブベースボールメディアで、
構使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101 107 110いきます。111ピンピンピン。